こんにちは。学習塾1945です。公認数学の問題解説です。よろしくお願いします。ということで、今回の問題はこちらです。まずは一時停止して解いてみてください。では、解説をしていきます。今回は相関係数の話なんですが、まずはこちらのスライドを見てください。分布の形と相関係数の値ですね。まあ、相関係数っていうのは、マイナス1から1までです。マイナス1だと右下がりの線、プラス1だと右上がりの線です。 で、相関関係がより強くあると言われるのがこの端のやつですよ。つまり、絶対値が大きければ大きいほど相関関係があるんです。で、こちらのマイナスに行けば行くほど負の相関関係があるんですね。負の相関というのは、一方が増えればもう一方が減少するというものです。片方が増えればもう片方が減るということで関係があるんです。で、逆に1の方は正の相関ですよ。 一方が増えればもう一方も増える。これが正の相関です。まあ、とにかくこんな感じで絶対値が大きければ大きいほど端に行けば行くほど何らかの相関があります。ですが一方でゼロに近づけば近づくほど真ん中に行けば行くほど相関がなくなります。まあ、簡単に言っちゃうと二つのデータは関係なくただただ散らばっちゃってるって感じですよ。ということで問題に戻りましょう。 今回は相関係数を大きい順に並べる問題なんですが、まずは一番大きいものを見つけます。単純に数値が大きいのは正の相関のものですよね。この中で正の相関になっているものはイでしょう。イは右上がりになっているってことが一番わかります。つまりイの B が一番大きいわけです。で次、今度は逆に相関係数が一番小さいものに注目します。つまり負の相関関係があるものを見てほしいんですが、それはアですよ。 右下がりになっている図の相関係数はマイナス1に近いでしょう。あは A ですので正解は4番となります。ということで問題解説は以上です。試験を乗り越えて頑張っていきましょう。